IH ヒーターで使える鍋、使えない鍋について説明します。 IH ヒーターは加熱の仕組みにより磁力の影響を受けない材質の鍋は発熱しないため、ガラスの鍋や陶磁器の鍋は使えません。また直火用魚焼き網は高温になるため危険です。使わないでください。次に使える鍋の確認方法について、 SGIH マーク、 SGCHIH マークの確認、鍋底の直径や反りなどの確認、 IH ヒーターで確認の順に説明します。IH ヒーターで使う鍋は財団法人製品安全協会のこの SGIH マーク、 SGCHIH マークのついた鍋をおすすめします。マークは2種類ありますが、どちらのマークのものでも使えます。新しくお買い上げいただくときなどは、鍋の取っ手や鍋底に SGIH マークまたはSGCHIH マークがあることをよく確認してください。マークがなく IH で使えるとだけ表示されている鍋の中には、使えない鍋がありますのでご注意ください。また SGIH マーク、 SGCHIH マーク付きの鍋でも、鍋底が変形して反りが大きくなると使えなくなります。ご注意ください。土鍋は SGIH マーク、 SGCHIH マークがついていても使わないでください。クッキングヒーターが故障したり鍋が割れたりすることがあります。次に鍋底の直径や反りなどについて説明します。IH ヒーターで使う